皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということで今回紹介するパズルはこれです。クリプテックス、めちゃめちゃかっこいいクリプテックスと、これね、エスケープベルトさんから届きました。まあ、これある映画を見たことある方ならわかると思いますが、ダヴィンチコードに出てた、まあ、パスワードで開くボックスですね。で、僕のチャンネルだと IT ベンチャーさんでクリプトスっていうのも作ったんですけど、まあ、それと同じタイプのパズルボックスです。ここに書いてありますよ。Unlock the Mystery Gift with a Twist という感じで、まあ、パズルボックスなんですが、謎を解くというよりは、このアルファベットのパスワード2に設定できるので、まあ、そこに何かプレゼントとかを入れて相手に解いてもらってっていう、そういうことができるボックスですね。で、これ自体は日本だとエスケープベルトさんのこのクエストタワーが幕開けでクラウドファンディングしていて、それと一緒にこっちもね、まあ、付けられるというので、で、幕開けで応援した方、そろそろ日本で発送されるとのことなのでね。まあ、このクリプテックス、パスワードを自分で設定するので、まあ、その解説を含めちょっとね、紹介していこうと思います。まあ、とりあえず箱がめちゃめちゃかっこいい雰囲気がありますね。まあ、開けてみましょう。ということで、エスケープベルトさんのクリプテックス開けてみると、こういう感じです。めちゃめちゃ雰囲気がすごいです。すごい細かいです。で、どこだっけ？これが引っ張ると開く。で、ここの歯車、ダイヤルね。これを6個パスワードを正しく設定しないとこれが外れないので全部開きません。いや、すごい。で、ここね、ちょっとわかるかな？この出っ張りがね、一箇所あるんですよ。なので、この出っ張りに6文字を合わせて、まあ、正しいパスワードを設定できると、これが引っ張り出せます。で、一度設定したパスワードで開けた後は、任意のパスワードに設定することができます。で、これがパンフレットというか、最初にすでに6文字の任意のパスワードを設定してあるので、まずそれを正しくはめないとこれが外れなくて、で、それを外れた後じゃないとパスワードを設定できないんですよ。で、そのパスワードは特にとりあえずこのパンフレットに書いてなくて、ただこの中に QR コードがあって、まあ、それを見ると最初に何のパスワードが設定されているのかわかるので開けることができるということです。なので、これクラファンとかで届いた方は、まずそのパスワードがわからないとなんですけど、まあヒントページ行くと普通に書いてあるので、そもそもね、自力でこれ、パスワードを見つけ出すのは多分無理だと思います。これちょっと見ていくとね、一つのダイヤルがアルファベット26文字あります。だから組み合わせ数で言うともう、えらい数になるんで、ちょっと動かしてみましょう。こういう感じで動きますね。で、この出っ張りのところに任意のやつを合わせていかないといけません。で、とりあえず一回開けてみましょうか。まあ、僕は初期設定のパスワードはもう分かっているんですが、まあ、これから届く方は一応楽しみに。まあ、6文字なので、その、何かしら分かりやすい単語、に設定はされてます。なので、いくつか試しにね、合わせてもらって、で、それで開かなかったら、このヒントページで確認して、開けてみてください。まあ、とりあえず一回開けてみましょう。さあ、今、最初の設定されたパスワードに合わせたので、そうすると、ここが引き抜けます。で、これはちょっとお見せしないでおきます。まあ、これからね、届く方、もしくは、まあ、そのクラファン以外はエスケープベルトさんから手に入れないといけないんですけど、まあ、概要欄にリンク貼っておきますが、まあ、楽しみに。まあ、いかにもな感じですけどね、パスワード自体は。で、これが抜ける。で、中はどうなってるかというと、抜けた後、ここを少し上に、こう、引き上げると、この蓋が外れて、
ここにスペースがあります。なのでここにプレゼントとか入れておくことができるということですね。で、中なんか入ってて、よ、これがなんかね、スタンドらしいんですよね。中にスタンドが入ってるというなかなかおしゃれな感じになっています。で、これを組み立てて、よ、そうするとこれを使って飾っておくことができるということらしいです。こういう感じで、まあいいや、これを一回戻しておいて、こういう感じとかかな。おお、すごい。こうとか、あとこうとかも飾れると、おお、これかっこいい。こういう風になります。おお、すごい。で、今からこのクリプテックス開けた後に別のパスワードに変えるやり方をね、ちょっと解説していこうと思います。まず一番最初のパスワードに合わせてこれを引き抜いて、この蓋が外れたら、さらにこのプレート上に引き上げると外れます。で、さらに今外れちゃいましたけど、このリングを外すと。で、その状態で今パスワード合ってるので、これを全部奥まで差し込みます。で、そうしたらこれがね、このリングがこうちょっと引っ張れるんですよ。これはすごいよ。こうなります。で、この出っ張りのところにこっちからね、パスワードを、設定したいパスワードに合わせたら奥に押し込むと。それでそのパスワードで開くように設定ができます。で、なのでまあ例えばこれを、まあ、何か女性にプレゼントとかを入れて、こうね、はめてパスワード設定したから開けてみてって言って、なんか別のパズルとかでね、そのパスワードが分かるようなものを用意してっていう感じにも使えますということなので、まあ、ちょっとキザな感じのパスワードをね。あ、で、あとこれ ABCD って書いてあるんですけど、まあ非常にちょっと変わった書体もあるので、ちょっと例えばこれね、これ D なんですよ。 ABCD なので、まあ単体で見るとちょっとアルファベットが読みづらいものもあるので、ただ ABCD で並んでますのでね、それをよく見て設定してみてください。で、例えばこれ、この I を設定しようとすると、 I に合わせたらこのまま押し込むと、よ、こっちまでね。そうするとここは I に設定されます。で、これが1個設定されたら、ここを違う文字にしてまた設定して押し込んでいくということですね。で、L、 よ、押し込む、こういう感じにすると、ここが6個のパスワードを設定することができるわけです。で、次は O、 O でしょ、よ、で、次 V、 よ、で、次が E ですね。 ABCDE、 これ、まあ、これI love you という感じで設定しようと思います。で、 U は STU の U ですね。で、これで今ここの三角形のとこが I love you と設定できました。で、今この I love you に設定しているので、この状態でこれが抜けます。で、抜けるのを確認したら一度外しまして、このリングをここにつけて、で、このパーツをちょっとずらして、で、下にスライドさせると。で、これでロックがかかるので、さらにここに、まあ、何かプレゼントとかを入れて、こうね、で、上から少しスライドさせて、これをはめ込むと。で、今正しいパスワードになっているので、これを動かしてしまえばもうこれは外れないということですね。なので、もう一度外すには、この三角形のところにさっき設
定した I love you をよ合わせれば開くわけですよ。これで抜けると、でボックスが開くことができるという、そういうことになっております。まあこれね、 I love you 設定して、まあ何か彼女とかにプレゼントを入れるっていうのをやりたい方はぜひ今みたいにね、まあそれ以外にも6文字のアルファベットは何でも設定できるので、まあそれを任意に設定して、まあ謎解きとかでプレゼントボックスとして使うのがいいでしょうということでございます。面白い。まあそれにしても本当に細かくてねこれはだいぶ迫力もありますし、いいですね。まあ自分で謎を解くタイプのパズルボックスではないですが、まあ結構ちゃんとできてるし雰囲気はありますので、これはいいです。ちょっとまあ手に入れておきたいなっていう感じで、さっき言った通りクラファン、あの幕開けさんでクラファンした方はもう少しで届くと思いますし、それ以外は海外のエスケープベルトさんから直輸入でないと買えませんが、まあ輸入できる方はぜひぜひねチャレンジしてみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。